はい、ラミさん、はい、YouTube です、はい、お願いします、お願いします、えー、今日はですね、質問回答シリーズです、はい、え第十一回目、十一回目、はい、はい、はい、またちょっとコメントをいただいた、えー、質問をピックアップしてますので、お願いします、はい、お願いします、はいじゃあ一つ目ね、はい、えー、打たせて取るピッチング で、具体的にどういうものでしょうか？バットに当たっても飛ばない。また、そういうピッチャーからヒット、またはホームランを打つにはどうすればいいのでしょうか？あー、打たせて取る？ピッチングね。そう打たせて取る。ピッチングってなると、うん、そのバットには当たる。打たせてるもんな。だからあの。あっ 圧倒的な球威があるとかうん、うん、圧倒的なその変化量があるとか、うん、っていうわけではなくて、うん、なんとかなりそうだなってバッター目線から言うと、うん、なんとかなりそうなんかヒット打てそうだなって思ってたら、うん、芯を外されるとかあとはそのタイミングを外される。で気がついたらこう打てると思って打ちに行くんやけど、うん、なんかあ みたいな、うん抜かれたとかっていうのがまあ打たせて取るピッチング、うん、だからそこには何ていうかな絶対圧倒的なボールはないよっていう感じかな。うんうんうん、バットに当てることはできるし、うん、なんかヒット打てそうやなっていう感覚は。 そうモテるでもなんか芯を外されたりタイミングを外されたりされちゃうとそう、うん、でもバッターとしてはなんていうかな打てるってほんまに思う、うんうん、ただ結果的には打たされたなみたいな結果にはそうなってるんだそうえなんか現役時代の時に、うん、い,いましたこの人を打たせて取るピッチングやなっていうああ僕はねあの、うん、ほんまあの寺原隼人さん うん寺原さんちゃうやろ圧倒的なストレートのイメージやけどいや僕のイメージねなんかね打たされてるってすごいイメージあるマジうん寺原さんと言ったらだって1校でしょ僕らのうんそう甲子園の最速記録みたいなんでやったと思うんですけどね確かねそう僕のイメージではなんかそんな感じかなそうなん一番対戦んていうかな数対戦した中で一番打ってないピッチャー 一番打ててないピッチャーが寺原さんやったはずへえであ打たされたなってほんまにずっと思い続けた感じ寺原さん打たせて取るピッチングなのにびっくりやわいやかそんなイメージかな僕はそう分かりましたはいじゃあ次ね2つ目質問です 戦力外通告された後送別会などは開かれるのですが球団側からお花など送別のあだから戦力外通告をされたとか、はい、これはね、うん、あるある、うん、送別会みたいな感じで行われる。うんっていうのも、うん、あのシーズン終わってキャンプね秋のキャンプとか全部終わると、うんあのー、選手会納会。 っってていうのがあゴルフして夜泊まりで宴会して今シーズンお疲れさんでしたっていう回があんねん大体ここで対談する選手とかに向けてなんていうかな運送あるものをだく機会とかあとそこみんなの前で話をする機会っていうのは設けられるお疲れさんみたいな。その時に花と なんかそのプレゼントじゃないけど「うん、お疲れさんでした」みたいなのは選手会でやっていただける<あ>そうなんや、うん、えー、じゃあその納会までは参加できるんですねそう納会はね参加できるへえー、でこれはあの聞かれる参加する参加しないって<ー>でほとんどの選手は参加するうん,うん、うんうん、よっぽど <laughs>。 嫌なやめ方した人、うんうん、以外は <laughs>、えー、じゃあそれがまあ実質お別れ会というか送別会っていう感じになるんか、うん、そうやねああ<ー>、うん、なるほどなるほどわ、はい、かりましたはい次ね、えー、3つ目、えー、質問です試合中にお腹が痛くなった場合はどう対処するのでしょうか攻撃の時は打順が回ってきたりして時間がなさそうです、えー、守備の時は耐えるしかなさそう えどうしても気になりますが今波さんにしか聞けないのでよろしくお願いいたします。僕やったら聞けるってことはね、うん、<laughs> どういうことやろうな。<laughs> <laughs> あのね僕の話ね、はい、あの試合中にお腹痛くなったことがないねん。試合中はねはい、はい、試合前とかは緊張でやばいよ、うん、やばくなったりするけど、うん、試合始まるとね、うん、お腹痛くなったことないかな。あん普通に行くしね トイレ、<ー>うん行く選手もいっぱいおるしさ、うん、だからそのなんていう守備守っててやばいやばいっていうのもないよ。ない、うん、ない。ないえ今までさ、まあ自分じゃなくても。うん あの他の選手がっていうこともだからおそらく質問者さんのね、うん、そのイメージ、うん、なんか昔ね珍、うん、プレー好プレーとかであったはずやねあったけど外国人選手がバッターね打席立つ前にもうその催して、うん、トイレ行きたいとただもう打席やばいからもう行かなあかんって言って、うん、うまいこと力抜けてホームラン打てました。 あそんみたいなそう<ー>昔ね珍プレー好ープレーでよく流れてた映像、うん、僕の記憶が確かならねそういうイメージがあるんじゃないかなって、うん、ほんまに試合中ってめっちゃ集中してるから、うん、なんかねそのお腹痛くなったなとかっていうのはないし、うん、大体もうルーティン化するからさそれも試合前の行動とかだから試合前にもうトイレは済ませておく。うん、うん っていう感じにななるかな、うん、だからこれあれですよね守備守ってる時にうどうしてもお腹痛いですってなった時に、うん、これだからタイムとってちょっと待っといてくださいとかができるんかみたいな <laughs> いやこれは見たことないもん、ね、見たことないですよねで僕そのねお腹が痛くなったことはないけど、うん、あのおしっこしたくなったことならある、うん、もうあの寒くて寒い日とか守備が長いですと。うんでやっ みたいなこれはあるえその時はもうどうしたの我慢したもうめちゃくちゃ我慢するめちゃくちゃ我慢するこれはあるかななるほどねはい分かりましたはい次ね4つ目野球選手って健康診断受けるんでああそうか確かにって感じあこれはね受ける受ける受けるでいつ受けるかって話やねんけどえっとね ファ,ンファン感謝でみたいな各球団あるんやけど大体、うん、ねこの日に受けるファン感が始まる前にええ なああいうのとかそういうのが来て受けたりあとはまあ単純に病院に行くこれは球団によっても違うんやけどそれは球団がやってくれるってことねそうやねうん球団がやってくださるじゃあ普通の企業みたいな感じやな一緒やなそうやねだから僕二球団経験してるからさ一つの球団はファンカンの日にあの もう全部一般的なんていうのかなそういうのをやるファン間の日にでもう一つの球団は病院かかりつけの病院というか球団がねかかりつけの契約してるというかなそこに行って健康診断を受けるこれは毎年やるなるほどわかりました次ね5つ目 ヘッドコーチって素人目にはどんな仕事をしているのかがいまいち分かりません投手コーチや打撃コーチは具体的な仕事の内容が分かりやすいですがヘッドコーチとなると具体的に見えてきませんまたチームによってヘッドコーチがいないところもありますがいなくても成り立つものなのでしょうかご回答のほどよろしくお願いいたします あこれはね、うん、そうはねいなくてもまあ成り立つっちゃ成り立つけど<う>まあ僕の感覚ね、うん、ヘッドコーチがいた方が、うん、その監督と、うん、コーチ陣のコミュニケーションは取りやすいかなとあ例えばピッチングコーチってもうほんまピッチャーのことだけやね、うんそこに何て言うのバッターに対して何かを発言するとかっていう権限はないね、うん、はいはい、基本的にね。うん、もうその担当してるポジション だけやからさ、うん、ただヘッドコーチって全てのジャンルに口出しできる立場というかだからヘッドコーチがいた方が例えばピッチングコーチが、うんえー、例えばやけどね、うんえー、バッターに対して何か思ってることがあります、うん、野手に対してね、うん、ただヘッドコーチにそれを相談することができるわけうん、うん、でヘッドコーチからまあどういうふうにやっていこうかとかでコミュニケーションが円滑に回るうん、うん、チームワークが円滑に回るとかっていうメリットはあるよね なんかイメージではコーチ陣のトップっていうイメージですけどうんそうやね、まあ、その解釈その感覚は間違いないのかなと思うしね、うん、あとはその監督と、うん、なんていうかなコミュニケーションを対等に取れる立場というか、うん、例えば監督が迷ってますと、うんうんね、そこに対してアドバイスうん、うん、なんていうの 感覚、<ー>こっちのの方が大きいうんそうやね。コーチ陣のまとめ役とか、うん、監督とのパイプ役とかあとはまあ選手に対してもそうやね選手もまあヘッドコーチにを通じて他の何の、うん、て言うかなポジションの疑問とか解決したい問題とかをまあ相談したり。うん うんっていうところもあるしヘッドコーチが優秀なチームってまあ正直強いよね,あそうねっていう僕のイメージーがあるかななるほど、うん、だからまあ監督の相談役とかまあそういった役割っていうのがまあ一番大きいのかなと、うん、なるほど、うん、分かりました、はい、じゃあラストね、えー、質問です「ナミさんはセ・リーグの DH 制導入についてどう思われますか?」「個人的にはメリットしかないので賛成です」 駆け引き云々が理由で反対する意見がありますが DH は義務ではなく権利なので DH 解除して勝手に縛りプレイすでもすればと思ってしまいますセパ両リーグ経験されたナミさんの意見が聞きたいですうんセリーグの DH 制ね、うん、これ僕はね DH あった方がいいんじゃないかなって思ってる。っていうのもどうしてもさ、うんあのね、セ・リーグ DH がないと。うん ピッチャーの打順のところで、はい、どうしても攻撃が途切れてしまううってなるとやっぱりその、ね、近年言われてるけどさ、うん、セ・リーグとパ・リーグじゃあどっちの方が強いのみたいなことで、うん、やっぱりパ・リーグの方が今強いよね、うん、ってなってるのって、うん、まあここやと思うね、うんうん。ピッチャーの成長というかさ パ・リーグやったら一番打つ人だから DH、うん、打つ人のところにセ・リーグやったら一番打力の落ちるピッチャーがいるわけよ。うんよね、この差ってでかいかかいららさ、はいはい、だからまあ 駆け引きとかいろんなこと大打とかさあると思うんやけど僕は野球としてレベルアップを図るのであれば DH あった方がいいかなとただこれね選手目線で言うとこれは複雑になってくるよね例えば今セリーグでやってる選手 DH で導入するとどういうことが起こるかっていうと野手のベンチ入りメンバーって減らされんねん DH があると大打 てんあ確かに確かにそうただセ・リーグの場合ねピッチャーが打つ気立つとピッチャーの打順のところで代打って出る機会っていっぱいあんねん,うんそうやなそうだからセ・リーグの方がベンチ入りする野手の数が多いねんあそうなんやそうパ・リーグの方がベンチ入りする野手の数が少ないあなるほどそうだからセ・リーグの選手でベンチ入り<ー>今までしてた野手が 一軍に入れななくる人が出ていや僕さこれこのあ後に発言しようと思ったことが DH 導入した方がチャンスが広がっていいですよね野手のって言おうとしたんやけど逆なん逆逆え逆やねんそうなんやそう代打っていう仕事がなくなっちゃうんやそうええ代打っていう仕事が減る減るんや減るし代打一番手の人が出ると今度そこに守備 うん、まあダイソーからとか、ね、守備で新しく入る野手とかが、うん、まあセ・リーグはおるんやけど、うん、こういう人がだからいらなくなるベンチの枠が減ってしまう野手のその分ピッチャー入れるからねそうなんだ、うん、っていうのがだから現場サイドだからセ・リーグの野手は結構死活問題になるよな、うん、なるほどへ、うん、そう,へへそうなんですねっていうのはあるよ っていうところかな。わかりました。<laughs> はい、はい、以上になります。はい、ということで、今回の動画は以上になります。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。